だからそこがやっぱり一つのポイントなのかなと思いますね。やっぱフロンターレのサッカーやるにはやっぱ厳しいところ、相手が近くにいてもしっかりボールをつけて相手を動かしていくっていうことが前提ですからね。ゲームはアウェー、ジュビロボールでスタートします。 J1 リーグ第18節、川崎フロンターレ対ジュビロ磐田の一戦がスタートしました。繋いできます。リターンを受けて脇坂、おー、ナイスキーパー、よく触りましたね、三浦ね。コートを3つに分けた話しますけど、コントロールをします脇坂、家永から小林優、家永右足を折り返し、やっぱり奪われた後の切り替えですよね。ここは非常に良くなってますね、中段系からね。脇坂です。中で大島が待ってます。サポート谷口、大外から山根が上がってきた。フロンターレ先制、ディフェンスラインで点を取りました。まあね、いいとこ飛びましたよね。さすがに大森もあの形でボール持たれて、あのタイミングで出されたらちょっと対応できなかったですね。遠藤から杉本、ダイレクトパスでつながってチャラティップ、スピードアップ、右に小林、カメラシュートリング、ポスト運んで、ここでねボールうまくワンタッチでね、うまくスペースを使いましたよね。小林優のはうまくねポジション取ったことに、遠藤はニアに速いボールクロス、超えてきました。ニアでワンフリック、直接ゴールに伊藤真希人。セットプレーで追いついてみせましたジュビロ、1対1。今ニアサイドで合わせましたね。ちょっと後ろに下がりながらですからね、うまく首振って角度変えて、山本康介、後ろから小川サポート、山本クロスでジャーメイン、ポスト、ジャーメイン亮のヘディング、ポスト。押し切らない。試合終了、1対1ドローゲームです。